ースを引いてますか、ベースを引いてますか、ベースを引いてますか。どうも、すいません、ちょっと戯れてしまいました。どうも、ベーシストの藤村達也です。今日はですね、いや、皆さんいつも動画見ていただいてありがとうございます。ぼちぼちやっております。今日はこのベースを弾いてみようという奏法動画ですね。今日はなんと5回目です。5回目のテーマはですね、今日も発動してますよ、パワーイルポイント、字が汚くてすいません。じゃん、ドレミファソラシドシーメジャースケールで上手くなろう。まあ、ドレミファソラシドですね。あの、皆さん多分よくベースを弾いてるとお友達に言われてる、ちょドレミファソラシド弾いてやってね、それでなんとかちょっと上手くなってみようじゃないかという動画になっておりますので、ちょっとこれを今日は一緒に考えてみましょう。はい、というわけで瞑想を持ってみたんですけど、皆さん、ドレミファソラシド、まあ、ベースを弾いてはる方、もしくは、まあ、たまたまベースを始めてなんか1週間目ぐらいでたまたまこの動画を見つけてしまった方、まあ、復習です。一緒に練習してみましょう。ドレミファソラシド C メジャースケール、すごく王道になってくるのが3弦の3フレットから、ここがドの音なんですけれども、ここからドで、次3弦の5フレット、これをレ、次に2弦の2フレットミ、2弦の3フレットがファー、2弦の5フレットがソー、1弦の2フレットラー、1弦の4フレットシーで、1弦の5フレットがドーで、これできれいにドレミファソラシドになるんです。で、まずね、この場合でも練習になるのは、皆さんよくやりがちなのが、できたできたって言ってしまいがちなんですけど、これね、ちょっとだけ見直してほしいポイントがあって、どやとはできないんですよ。これね、ポイントとしてはドレミファソラシド返ってこない、シラソファミレド、そうすることによってすごく練習の効果が上がります。得てしてこういうスケール練習っていうのは、上登っていくよりか下ってくる時の方が微妙にちょっと左では難しいですし、音楽的にもちょっと難しいですっていうのがまず一つですね。もう一回やってみると、ドレミファソラシドシラソファミレド、なんやったらついでにまたここにドがあるっていうことは、隣にシあるんですよね。シ3弦の2フレットで、あとに4弦の5フレットに行きましょう。そうするとここラーがいるんです。おお、なんか広がってきた。そして4弦の3フレットになんとソー G の音ですね。そして4弦の1フレットファーがいる。ちょっと広がってきないですか。となってくると、ドシラソファ、ここでチューニングすると4弦の開放弦 E、 つまりドレミでいくとミの音ですね。いける。お、ということはドシラソファファソラシド、そうするとここだけでドレミファソラシドシラソファミレドシラソファミファ低いなソラシドっていう具合にすごく広がりますね。これがまず一つ目のドレミファソラシドの弾き方では、ドレミファソラシドの弾き方パート2ということですね。さっき3弦の3フレットどう覚えましたね。でちょっと頑張ってね、こっちまで行ってみましょうか。ドが来てレが5フレット、そしたらレからミっていうのはだいたいこうなんか近所にいそうじゃないですか、雰囲気的に。あ、いた、いたでミというわけで、ここのレミのところ3弦の7フレットになるんですけども、これ人差し指、次3弦の8フレット、これファーの音なんですけど、中指で、次なんかファーからその近くにいそうやから10フレットに小指。おお、来た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 、そうからラムダが近くにいそうじゃないですか。ということは、あ、ラ12フレット、 C も近いよね、12
からどうってもっと近くない？隣。来たね。というわけでドレミファソラシドシラソファミレド。お、なんかすごいちょっとこういい感じ。安心してください。今の多分ややこしいと思うので、詳しくはいつものように概要欄、この辺かな、この辺にあるボタン、ペットしてるの下にジャバッて開くので、そこのとこかノートのページにこの辺のポジショニングとか詳しく書いておきますので、ちょっとこうなんか動画見てちょっと分かんねえなーってなったらノート開いてください。そこにはもっとヒントがある。もう一回やってみますね。ドレミファソラシドで、も当然下りもドシドシファルヘド。でここでちょっと気づいてほしいことは、ドレミファソ、ここのミファソのこのフォーがありますね。あら、さっきと一緒じゃん。ということはここと同じってことは、同じ位置にはレードがいるから、やったぜ、来た。ファーソー、ちょっといけそうじゃない。さあ、そのいけそうじゃないっていう感覚を今からやってみます。ミファソーとでいうと3弦の7フレット8フレット10フレットに来たと思います。ということはこっちが関係説明、4フレット離れてるこの関係説明で、ここからこれレイタードが来たよ。そうなんですよ。ドレミファソラシド、おいっちゃったよね、すいません。ド8フレット10フレット3弦で7フレット8フレット10フレット2弦に移ります。7フレット9フレット10フレット現場があるやん。そしたらそのままこのラシドのこのフォームをずらしてみましょう。そうするとレミファがきます。そうするとレミファソラシドレミファ、お、なんかすごい上手くなった気分。レミファソラシド、お、なんかいけるやん。ちなみにこれっていうのは1弦に対して3音ずついくっていうやり方で、実際これは効率が一番いいとされているやり方です。これ一つ覚えて、1弦に3音ですね。まあ、C から数える感じなんですけど、この感じだったら C ドレミファソラシドレミファ、そうするとこんなフレーズも弾きやすい。あともう一個あります。どんだけドレミファソラシドやんねんと思ってる方もぼちぼちいらっしゃると思うんですけど、これぐらい結構ドレミファソラシドで幅広がります。あともう一個っていうのは、次1弦に2音ずつ、スタートはさっき発見した4弦の8フレットのドの音からスタートします。ドレ、ここまで2個ずつですね。じゃあ次ミー探しましょうか。ミーコンヘッド一番近所やったら3弦の7フレット、ミーファー、次ソーかい。ちょっと考えてみよう。ここ1と3、お、さっきのこのポジションを声出してみましょうか。ソ、2弦の5フレットにいましたよね。ここにソ、ラ、そんなにか、お、ラで1弦2音ずつ言うてるから C は、お、ここにいるやんけ、いけた。1回やってみますね。4弦の8フレット、4弦の10フレット、3弦の7、3弦の8、2弦に移って2弦の5フレット、2弦の7、1弦の4、1弦の5、それを変えていきます。この練習はねちょっとだけ難しいです。でもねちょっと練習してもらうだけで、このやり方だけでかなりこうフィンガリングのテクニックは上がると思うので、ベース始めた初心者の方とかでもゆっくりこの後でノートとかこの動画を、なんか再生スピード変えても大丈夫ですんで、ゆっくり見てもらって、この運指ね、やってもらうといいと思います。だからね、ドレミファソラシドだけでも最初にやったこれとこれとこれと何種類あるのかな、あとまあ3種類か、3種類の
4種類のドレイファーストライスありますので、この4種類を使って練習してもらうと、このタイトルどう？ドレミファーストラッシュドで上手くなるが実現できると思いますので、よかったらぜひこちらも試してみてください。では、こんなこんなで次回の動画でお会いしましょう。アキュー。